じゃあ行きますか。ふいえ。あ、今あれか、夜入っちゃダメだか。23時から5時。ってことは走りスポットになってる面白い道ってことだね。なるほど。あー、なるほど、激しい系だね。結構雨降ってなければな。あー、でも道がちょっとこういう系か。アスファルトじゃなくてコンクリートだ。コンクリートを滑るんですよね。うい、うわ、ナビがすごいぐにゃぐにゃ。あー、コーナーがコンクリートなんだな。うわ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 、逆バンク。落ち葉と、うわー、道悪い。うわー、ここ走る人いるの？この段々がすっごい走りづらい。よいしょ、よっしゃった、よし。うわー、コーナーの途中に速攻の蓋があるよ。わわ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 、これは来る時期間違えた。お、でも街が見えるぞ、上から。遠くの方が見えればね、一番いいんだけどね。でも富山の街を上から拝めるのかな、展望台行けば。おお、きついなここ。うわ、すげえ景色よかった。うわ、下りか低速コーナーばっかりだ。よっしゃ、さすがに誰もいねえよなこんな時じゃあ展望台行きますか。経営地に到着しました。ほい、雨のこういう道きつ見れんかなそうだった、久々に電熱グローブ使ってたから忘れてた。よっよっ。景色がフェードアウトしてってるね、かなり。ここよりさっきのコーナーの途中の方が景色良かったね。じゃあ行こう。こっち側は海かな。海かどうかすらわからないっていうね。よっしょ、ちっちゃい。この階段すっげえ幅がない、幅っていうか奥行き。よっしょ、じゃあ長野向かいますかね。うわ、きったねバイクじゃあ行きましょうじゃあ長野へレッツゴー。そしてここから宿までが158キロですあ、でも158キロしか離れてないんだな。158キロで走れば1時間で着くじゃんねこの先3キロほどの道なりです。うん、3キロぐらいの道っぽいね。展望台の向こう側にも道が続いてるみたいなんですけど。わわわわわわ、私はとりあえず今日のところはやめときます。お、車いたこんな時に何も見えませんよ景色どこだっけ、ここだっけ、景色が良かったとこ。あ、寄ろうと思ったけど、いや、ほら、ここの方がいい感じですよ。
ね。雨プラス落ち葉ってやばすぎですよね。足し算じゃなくて掛け算的な危険性が。ほいえ、今日一番緊張してます今。肩の力抜かないと。ふう、お、終わりかな。おお、終わった、疲れた。そういえばさっきの声かけてきてくれた方々にこれなんだって言われた。そりゃそうですよね。なんかバイクから配線が生えて、こんなビニールとビニールテープぐるぐる巻きにしてある、普通なんだったかと思いますよね。手袋のビニールをビニールテープでぐるぐる巻きにして防水してあるっていうのもね、なかなかあからさまに応急処置。あら、川越からいらっしゃった前の車、もう帰る感じですか。一応埼玉は明日通るね。ああ、そうだね、埼玉も通るね。今回はもう渡り歩くね、かなり。300m 先、ここでいいのか。また国道8号か。さすがに今日で最後だろうな、このゴールデンウィーク中に国道8号乗るのは。うん、射水って読むんだね。射的の射に水って書いて射水。本来の計画だと3日間ツーリングで初日に富山に来る予定でした。で、富山のなんとか林道っていう有料の林道があるんですけど、そこがすごく面白そうな道だったんで、そこ行こうかなと思ったら冬季閉鎖されてたので、射水市冬は入れないみたいなんで、そこをやめました。だから次来るときは暖かい時期に来ようかな。その白川郷から福井に抜ける道とかも行きたいし、なんか気になるところがいっぱいある割に冬季閉鎖ばっかりで、かなりルートが限られたんですよね。これを右、はい、右。うわ、なんだこりゃ。穴開いてた。富山県の方、あそこの穴なんとかしてください。これからは北陸道に乗るまでこの幹線道路をずっと行って、で北陸道乗って、であれはなんだろう、上信越道かな、走って、で長野県の白馬まで下道で行くみたいな感じかな。そう、新潟県の上越市でも駅だったかが花咲くいろはの聖地なんですけど、今回パス。アニメの聖地巡礼はこんな感じでいろんな場所行けるんで結構楽しいですよ。ただせっかく行ったのにそこの地域にお金を落とせないっていうのが申し訳ないですけどね。ガソリンぐらいしか、ガソリンとご飯ぐらいしか貢献できない。それこそコラボ商品でもあればね、買うんだけど、また私が何にも道の駅とか寄っても一服だけしてすぐ出ちゃうような人なので、なおさらお金が落ちないよね。もっとなんか食べたりなんだりしたらいいんだろうけどね。その何かを食べようと思って並んだりしてる時間がすんげえもったいないと思ってしまう人なんで、それだったらずっとバイクにまたがってたいみたいな。おポプラがある、コンビニエンスストアポプラ。じゃあさようなら富山、また今度来ます。ピッ、左、お、新潟方面だって。すげえ嬉しい、この文字。予定を変えてこのまま新潟行ってラーメン食って帰るっていうのもいいかもしれないけど、どうしてもね今日はやっぱりペンションクヌルプに泊まりたいから長野行きます。急がなくても全然1時間前ぐらいに着きそう。じゃあゆっくり行きましょう。あー、雨の具合思ったより全然マシだな。
もっとバシャバシャ降ってる中を高速乗るかと思ってたけど、とりあえず大丈夫そう。この霧っぽいやつは霧っぽいやつでなかなか大変なんだけど、あ、降り始めちゃった。うん、富山こんなものなのか。俺にもっと傷跡残せないのか。かかってこいよ雨。あれ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 、やっぱ、あ、そう、そんなで、そんなでいいです。傷跡とかいらないです、すいません。これは雨具の性能テストだな。今のところ高速以外しか乗ってないけど、全然中は大丈夫でした。あ、あと RS 大地のこのブーツカバーの性能試験でもあるね。ブーツも今のところ全然大丈夫です。あれ、そういえば電熱グローブ全然水入ってこない気がする。これって電熱グローブって防水もちゃんとしてるのかな。中全然サラサラなんですが。今30分ぐらいですね、高速乗ってるんですけど、まあ、合計2時間ぐらい、1時間半くらいかな、乗るみたいなんで、結果は明日。あと気のせいかどうかわかんないんですけど、パンツの右膝らへんがやっぱ微妙に濡れてるのかな。中が性能試験だねこれは本当に。最終結果は明日お知らせします。脱がないとわかんないからね。ガソリン入れましょう。旧車両最後尾。はーい、はい、はい、はい、いいですか。いや、いや、はい、はい、OK、200.7キロ。よし、じゃあ行きましょう。結構降ってるなぁ。お、右側に山のシルエットだけ見えるぞ。おお、立山連峰。こんな天気なのによく見えるね。この辺だけなのか、もしかして降ってんの。お、親知らずだ。これ海の上ちょっと走ってます今。ウェーイ。ここの親知らずっていう土地は翡翠が取れますね。砂浜に行って探してると翡翠がたまに取れますよ。持って帰っていいかどうかは分かんないけど。あとこの辺の地域は日本で珍しい硬水の土地なんですよ。軟水、硬水、あの水ね、水道水が硬水なんですよ。だからコーヒーとかがめっちゃ美味しくできるんだけど、給湯器があっという間に壊れるっていう。そういう土地です親知らず。お、新潟まで177キロになった。行かないけど、糸魚川インターチェンジ。あ、糸魚川インターチェンジで降りるんだ。なるほど。うわー、山の中に入っていく。こしらずトンネル。なんで親知らずこしらずって言うんだったっけな。なんか崖がこの辺すごいんですよ。崖だらけの場所で、でそこを移動してる時に落ちたとしても落ちたっていうことがわからないからだったかな。子供が落ちてもわからないし、親が落ちても落ちたっていうことがわからないから、なんかそれくらい険しい崖だからだったっけな。詳しくは親知らず子知らずでググってください。おお、眩しい。お、松本白馬っていうちゃんと看板も出てたね。いやー、 OK、 ETC いくらですか。ピッ、1460円。こっから下道で行くんだ。47キロ。糸魚川インター
って降りたことあったって降りたことあったっけな、2回目かな。なんかこの光景すごく見覚えがあるな。うわだだだだだガタガタ、うん、相変わらず雨降ってます。42キロ道なりだって。おお、長岡ナンバーだ。うわー新潟だな。雨の中大変ですね。お互い。でもこういう時だからこそ八重しよう、うん、いたらみんなで励まし合おう。今日だけこの今日だけ残り数時間だけ頑張りましょうっつって。明日は晴れらしいからね。おほら翡翠専門店なんていうのがありますよ。バイク来い、バイクバイク来ないか。こんな時に走ってる人はあれだね。相当なもんだね。今なんで停止線越えて止まってるかっていうと、後ろの車すごい迫ってきてて怖かったからです。大丈夫なのかな、止まるのかな、止まるのかなっつって後ろ気にしてたからこんななっちゃいました。翡翠翡翠翡翠、おお川が、そうこういう川でも翡翠取れるんですよ。すごいでしょ、ここの辺河原歩いてると翡翠が落ちてるんですよ。でもそんなに降ってないっぽいかな。路面が全然雨っぽい感じじゃないな。うん、同じ新潟県だけど。あれだな、全然私の知ってる感じじゃないな。国道148号です。ようこそ北の北アルプス、北の北アルプス。何それ、頭痛が痛いみたいな。北アルプスの北の方ってことかい。ほい、壮大。そっか、こっちの方って来たことなかったからな。うわ暗い、超暗い。おー、関東からさ日本海方面に自転車で抜ける人 とかは湯沢の方のものすごい峠道、距離が長くて標高が高いの三国峠って言うんですけど、そこを通るか、うわー濁流。今通ってきたスノージェットのところを通らなきゃいけないんですよ。こっち危険ですから、まあ、三国峠も危険なんだけどね。だからあんまり関東から新潟に自転車で来ようと思わない方がいいですよ。結構危険なところを通るからね。でこうやってバイクとか車トラックトンネルの中入って、うわ見えねって言ってる時に、反射材とか何もつけてない自転車なんて見えないからね。ほらこんなとこ俺自転車で通りたくないよ。そっちに歩道があるけどさ、あんな細いところね自転車で走るのも怖いし、バランス崩してこっち側倒れたら引かれるからね。長えな。これ本当怖いよ。こんなに長い距離こうなってるとは思わなかった。左に川があるけど全然見えねえ。うわーほんと長えな。ずっとこれなんですけど飽きてきた。おお、うわーやっと終わった。あれ晴れてる、やったー。おお、日差しがある、うわー眩しい、やったー。でもきっとこれは北の北アルプスが雲を遮ってくれてるね。
うわあ、青空だ。今日初めて青空見ました。でも雨降ってんな。どういうこと。はあ、ストップ。やった。青空。すっげえ久々に見た気がする。降ってるな、やっぱり。荷物下ろす頃には止んでほしいな。お、長野県入ります。いやー、長野県来てました。東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、滋賀、福井、石川、富山、新潟、長野。いやー、激しい。今回のツーリング激しい。道も激しい。白馬村って標高どれくらいなのかな。結構高いよな、きっと。だってペンションのオーナーさんが朝晩結構冷えますんでって言ってたぐらいですからね。まあ、2日目に泊まった岐阜のスキー合宿みたいな、あそこですらかなり寒かったからね。夜暖房つけてたぐらいですから、なんと見えない。うわー、この景色。すげえ。おー、じゃあ新潟ってほとんどいなかったね。全然もう通過にも程がある。ちょろっとだけお邪魔しますみたいな、そんな感じでしたね。道悪い、ここ。バーバーグワッ、うわっ、ちょっと、うわっ、ふい、ふっと、うわっ。正面の山、雪残ってます。道路に雪はありませんねって聞いてはいるけど。うん、雪があるな。ふう、うわっ。すげえとこ来たな。雲が間近に迫っております。また雨地帯になっちゃった。うわー、川がすごい。どんどん登るな。あら、もう完全に雨ゾーンに入っちゃったな。お、白馬村来ました。やっと。標高 598m だって。こんにちは、長野県警。すごいところに宿を取った感が。バイク、イエーイ。おお、 こういう町になるんだね、白馬村。へえ、白馬駅前を右方向。久々に曲がる。交差点を。